皆さんこんにちは。今回は予約商品のご紹介です。2024年6月中旬から下旬入荷予定、ハートフォード発火モデルガンリボルバー、コルト M1877 ライトニングオールシルバー 4.5 インチ、コルト社製ダブルアクションリボルバーの原点。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意、その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。サイズ全長約230ミリ、重身長 4.5 インチ、約100ミリ、重量約 535g、 カート含む口径38口径、装弾数6発、7ミリキャップ火薬使用、素材 ABS 樹脂シルバーメッキ、亜鉛合金シルバーメッキ、発火方式カートリッジインナー発火のモデルガンリボルバーとなります。実銃のコルト M1877 ライトニングはコルトパテントファイヤーアームズ社で製造されたダブルアクションリボルバー。1877年1月から1909年まで合計166849丁が製造されました。コルトシングルアクションアーミーの開発者の一人であるウィリアム・メイソンによって設計され、コルトがダブルアクションリボルバーを製造する最初の試みであり、アメリカ製のカートリッジ式ダブルアクションリボルバーの最初の成功作、ビリー・ザ・キッド、ドクジョン・ヘンリー・ホリデーなど西部開拓時代のガンマンが使用したといわれる有名な銃です。ハートフォードのコルト M1877 ライトニングオールシルバーはクロームメッキ仕上げのシルバーモデル。シルバーに輝く格調高いインテリア品として部屋に飾ってもよし、会長発火を楽しむもよしとなっています。メッキは耐久性の高いクロームメッキで、発火によるサビなどの影響はありません。模型パドック販売価格は39,800円税込み。さて、いかがでしたでしょうか。皆様のご購入お待ちしております。今回は2024年6月中旬から下旬入荷予定、ハートフォード発火モデルガンリボルバー、コルト M1877 ライトニングオールシルバー 4.5 インチのご紹介でした。ご購入は模型パドックホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますので、チェックしてみてください。なお、在庫確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。コラボ企画、リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまた明日お会いしましょう。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。